コン、一歩間違えれば第2殺度になっていた。日ハム新球場案に新天多機能複合型の施設を検討。本拠地移転を目指す日本ハムファイターズが新球場について冬季もフィギュアスケートの大会などを開いて通年で集客できる多機能複合型の施設にする方向で検討していることが分かった。札幌市が招致を目指す2026年冬季五輪パラリンピックで新球場をフィギュア会場に活用する案を同市などに提示している。日本ハムは3万から3万5千人規模の開閉式ドーム型球場を23年に完成させる構想を掲げている。球団関係者らによると冬季はグラウンドに設けた専用枠に水を張って凍らせてリンクに仮設の観客席を設ける。準備や解体は1週間ほどかかる。米国の一部球場ですでに実施されている。何また札幌市にすり寄ってんねんアホか。札幌ドームと同じ多目的ドームになって笑った。それ札幌ドームにやらせてやれよ。多目的じゃまたペラペラ芝やん。ハム側が提案してんのか。天然芝諦めてハイブリッド芝にするのかな。またペラペラ人工芝になりそうやな。天然芝の球場でそんなことできるんか？天然芝にするんやろ？スケートリンクなんかその上に作られるん。開閉式どうなるんやろな、ちゃんと芝育つのか。調べたらフェンウェイとかリグレイフィールドとかでスケートできるようにしてるんだな。天然芝でも OK ってことか。場所はどうするんや。まさか札幌か北広島でまだ決まってないんか？結局マコマ内になるんか、つまんね。マコマ内に球場とか反対運動起こるの間違いないだろ。土地は一部を除き無償貸借、新駅は西岸する自治体負担固定資産税の減免。これで北広島が勝てないのならそもそも札幌から出ていく気がないってこと。新駅作るにしても JR 次第だからな。しかもあの JR 北海道やしな。ハム新駅ができないと移転しても採算が取れない。 JR 北海道移転が決まらないと新駅建設等は決められない。両方正論だならな。どうすんだよこれ。札幌市の縛りが嫌だから札幌ドームから逃げようっつってんのに、なんで札幌市の誘致に乗るんだよ。バカだな。北広島でええやん。多分 JR とはある程度話ついてると思うけどな。じゃないとあんなスピードで北広島案ができるはずないわ。北広島やろな。なんでもええからはよはよ。さっさと決めてくれよ。時間かかるんだから早く新球場にしてもらいてえ。本当に新球場できんのかよ。頼むよマジで。マコマ内側に寄せてきてるな。北広島は JR 北海道になんとかしてもらうんだな。マコマ内でも北広島でも新駅は必須なんだから熱心に誘致してくれてる北広島でええやろ。そもそもマコマ内って地元の合意取れてないだろ。新駅作るにしてもそこからスタジアムまでは完全に住宅街だし、反対運動で頓挫するのは目に見えてる。マコマ内は老人ばかりで衰退していくだけ、何もなくて超不便な北広島といい勝負かもな。マコマ内だと商業施設を作らない分他に何かしたいやろうしね。こんなん芝とか設計とかにいろいろ注文つけられて結局野球場としては中途半端になる。第二札幌ドームやん。札幌市内案の個人的な最大の懸念がこれや、あれはダメこれはダメって配慮や妥協の連続で本末転倒になりかねん。なんでこの状況ですんなり北広島とならんのか。ぶっちゃけ北広島じゃ先行きの集客が心配なんでしょ。5年後10年後って考えたら動員なんて絶対減るんだし、そんな時勢に北広島に箱物抱えてたら友倒れ。もともと札幌の情報待ちだったんだよ。どっちでもいいから早く決めてください。1ヶ月でも早く完成してほしい。いやまだ決まってないのかよって、今年度いっぱい検討ってずっと言ってたじゃん。っていうか2023年開業目標も早める気なんて全くないから。さあ結果として北広島にエスコンフィールドという素晴らしいボールパークができたわけですが、スケートリンクを設置せずともオフシーズンも集客できているのではないでしょうか。ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。